はい、ということで社長、はい、まあ、こちら見たら分かると思います。もうディズニーです。これは誰でも分かると思います。まあ、これ斜め上の路線だと思うんですよ、かなりファミマ並みので、今回はディズニーのアパレルの闇を暴きたいなと。ディズニー期待してます？やっぱこれ一番気になるのが、みんなお土産とかグッズとして多分これ買うと思うんですよ。あ、はいはい、であとはディズニーランドで、まあ、着るみたいなイメージがあると思うんですけど、はい、確かに、うん、だからディズニー価格入ってんじゃないか説があるんですよ。ああ、値段と合ってないんじゃないかと。そうですね、そこは多分皆さん気になってると思うんで。どこで作ってるかもすげえ気になりますね。これで地下帝国やったらやばいですけどね。やばいですよね。もう夢の国が地下帝国で作ってるっていう。燃えさせようとしてるね。はい、気になります。楽しみです。シャツあるんですね。これシャツですね。ちょっとこの辺あたりちょっと見てきますよ。ディズニーからどんなことが待ってるかね。はい、という感じで、ね、あのディズニーアパレルまたね開けたら動画回したいなと思います。はい、お願いします。はい、ということで社長、はい、今回は、まあ、改めてディズニーランドアパレルということで、これは俺必要あるかね、これ、まあ、斜め上路線ですね。うん、まあ、ちょこちょこコメント欄に本当にちょこちょこ来てました。え、ディズニーの服ありまして、一応あったんすか。まあ、僕もぶっちゃけ言うと、うん、ディズニー行って服買おうとはなんないんですよ。ディズニーランド行ったら、まあ、服じゃなくて帽子とかね、そういうくらいだったら、ね、こういうやつありそうだよね。はい、うん、その時の、まあ、小学生の僕が見た時の値段が、うん、ちょっとディズニー価格入ってんじゃねえか説があったんですよ。やっぱその現地で買うと高い的な。そうですね。ああ、はいはい。でもね、これまじまじと見させていただいて結構勉強になるものございました。パッと見たらもう島村でギリギリなんかアニメとコラボしてそうなやつですよ。そう言わないので、それが、うん、まあ、ちょっと高値で売ってるみたいなイメージがあるんですよ、僕的には。ありますね。こちらちょっと紐解いていきましょう。僕ね、分かったこと結構あります。そしてこれはあらゆる方が授業で活かせられるんじゃないかっていうのをね、おお、バーンとひらめいたんでね、ぜひこの提案として言っていきたいと思います。はい、まずこちらからいきましょう。まあ、プーさんですね。プーさん、もうこれね、まあ、ジェラートピケっていうパジャマやりましたよね。はい、もうあれです。僕が触った時にもそうでしょ。ね、すごい柔らかいんだよね。はい、俺ね、あれ以上だと思いますよ。この柔らかさは、あの素材すごい触ったんですよ。上下で1万5000円ぐらいだったかな。あれをすごく触って、あ、気持ちいいなだったんですよ。さらにこれ上回ってた。気持ちよさがマシュマロすごいねと。プーさんなんだけど、もうプーさんがもうすごいね、太っちゃって、すごい伸びるんだよ。肌触りもすごい。これはすごい。これで7200円。お、安いですね。安いよね。ジェラピケ見た後これ見ると安いで、伸びちゃうんだ。これこれ分かります。もうずっとハンガーがさ、ダランダランしちゃうんで。ああ、こんな感じで伸びるがゆえに、ここまでどうなんだろうっていうのはあるよね。すごい伸びちゃう。なんかプーさんのイメージと合ってる気がしますよ。タラーンとなる感じ。そうですね、こうのんびりの感じね。はい、ああ、それはある。でポケットも何もなし、ただのフードのついた、まあ、ワンピース7200円で、縫製どうなんだと。まあ、こっからの声しか僕は信用してませんから。信用してません。縫うとこがほとんどない。脇縫ってさ、ここを縫って終わりです。はい、言えるとこほとんどなかった。で少しね、やっぱこういうホコリとか、まあ、なんていうのはあるよね。、はい、こういうのはあるけど、もう縫うとこ箇所少ないから間違いようがない。あ、これ間違いないです。ポリエステルですか、これ。ポリエステルが 95%、 ポリウレタンっていう伸びる素材のやつがね、うん、5% 入ってる。これ 5% も入ると相当伸びるよ。だから重い。まあ、これはね、でも僕はそんなに高いとは思わないね。僕もそれを聞くと、うん、ジェラピケのあれを見るとまあ安く感じるな。そう、そんな感じ。もうジェラピケがなかったら分かんないですけどね。あれで一回知ったからね。僕も知らなかったんだけど、あのジェラートピケっていうもの自体が、うん、もうこういうパジャマの原型作ったんですよ。でそれがベースになっていれば、まあ、これが7200円か、まあそのぐらいかなって感じ。そう思えばなんか安いなって感じがしちゃいます。ディズニーストアですよね。はい、次こちらです。パーカーさん、パーカー、これ多分スターウォーズ系のデザインのパーカー。はい、ここにファスナーがついて、でフードがついて、ここに指の何ですかこれ、この指入れるんだよね、ここに。こうやって入れるんだ。うん、こうやって入れるんだよね。これで13200円。結構しますね。うん、やっぱディズニー価格入ってますよ。僕はね、このぐらいすると思う。パーカーですよ。うん、これね、縫う箇所結構あるのよ。見て、これ全部入れんだぜ。あ、これ全部手ですか。手だよ、これ機械じゃない。脇もこのダース・ベイダーのあれなのかな、あのダース・ベイダーの部下の人たちみたいな、この目のあれじゃないのかな。こういうとこにリフレクターの反射板みたいなのがついてて、はい、これもこれも挟み込みなんですよ。ああ、
挟み込み、ここも挟み込み、パーカーだけどこういうとこにやっぱ時間かけてると、かかってる、まあ、デザインとか、うん、これはね素材も凝ってるし、あのポコポコとなってるでしょ。あーそうですね、うん、結構ただすごい安い素材使ってるだけじゃないんだ、素材もこだわってる、切り替えも多い、切り替えの多さが縫製工賃の高さと思ってください。で切り替え多いほど高くなるんだよ。でそれで13,200円、日本だったらやりたくない日本だったらこの工賃としたらきっと5,000円はくだらないでしょうと、もっと上に行くと思います。いや安いですかこれ。安いの、13,200円安いよ、だって日本で作ってさ、でまあ最低でもだよ、はい、5,000円じゃやらないと思うけど、最低の金額でもっと上へもらいたいわ、これ結構抑えてるよ。このポケットも嫌だよ、縫うんだったら安工賃だったらね。これも全部リフレクターもつけてて、はい、ここね、そうここもつける、でここも切り替えだ、でこれもつける、はい、ポケット袋もつけるからね、もちろん後ろの、これ中国製、ただ糸くずは多い、これでもよくできてると思う、後ろも見えるからね、うん、まあ、こんぐらい分かりやすい方が、ここもこれ安いと思った、僕税込み13,200円、これ安いなと思ったよ。それを聞くと、まあ、このデザインがディズニー価格的な、うん、多分その抑えてる方だと思う、本当はもっともらってもいいんじゃないですかってところ、はい、ただ中国だとこれ安くできるんだろうね。でクオリティの方、ここは比較的良かった、これもまあこれはほとんど縫うとこないからクオリティ云々かんのあんまり言えなかったんだけど、まあ生地ですね、うん、これも良かった、はい、縫いも良かった、綺麗にいってるわと。ただ問題こちらだ、シャツですか。ありがとうございます。シャツ私かなり見させていただきました、そして僕は得意です。こちらね残念だったんですシャツはこれも中国製なんですけど、大味でした。これもう僕言いましたよね、襟と前立て見るよと、 そして肩ボル見るよと、この3つ見てくださいと、この3つでその良し悪し分かるよと、もう袖もさ、この辺り分かっちゃうね、その質が丸くなっちゃった、ね、そうですね、うん、丸くなっちゃってステッチが均一じゃない、ここもまあ仕様はいいよ、仕様はでもねちょっと大味なんですよ全体的に。おお、ね、この辺りとかこの襟のここもね、ここ角がうまく向けないとか、この裏側がさ、はい、見えちゃうでしょ表から。あ、ちょっと見えますね。見えてる。これダメなんですよ。あ、これダメなの。これ後ろでもう NG です。ここまで出てるのあんまりなかったです今まで。まあ気になるお値段ですよ。こちらお値段が8,910円。そんなに高いわけじゃない。ね、ディズニーといったらさ、まあそこそこ値段してもいいよね。そうですね。ディズニーっていうとなんかそういう感覚あるよね。シャツの人数ないんじゃないですか。ディズニー。これ着てる人あんまり見ないもんね。ちょっときついっすよ。失礼だろ。怒られますねこれ、うん、こっから言うのはさ、ディズニーだからすごくいいものでもない、品質的なもの、生地もそんなにいいもんじゃない、プリントしてあるんだけど、ここはディズニーの人に言いたい、もうちょっといいの使ってもいいんじゃないと。ここもピリピリしちゃってるね、ここもね結構ね、おお、ピリピリしちゃってるんだよねここはね。ああそうです、細かったり太かったりが、ここはやっぱ均一にいかないとね、まあ、通常だったらこういう仕様っていうことじゃないと思う、ここもピリピリしてるからあ、ここ汚いね、ここもね、はい、ディズニーのこの企画やってる方一回チェックしてください、はい、綺麗じゃないシャツは綺麗じゃない、やっぱシャツって縫うと結構たくさんあるから、ここはねいい工場に頼んでくださいこれはでもこれでももう何十年もやれてるわけじゃないですか、はい、ここにはね僕これ見させていただいた上で思ったのは、これ信用ってものがあるなと。あのムービーからさ、キャラクターのアイテム、グッズ、そしてディズニーランド、ディズニーシー、世界中から愛されるっていう信用がもうバカでかい信用あるじゃないですか。それによってアパレルが支えられていると、これなんですよ大事なの。僕らもそうですよね、事業者として信用がなかったらそれはお金に換金できないです。信用っていうのは面白いもので、お金に換金できるんです。そこなんです、そこを見余っちゃダメなんです。そうですね、うん、ただ信用がない何もないブランドがですね、いきなりじゃあ1枚のシャツ作りますって言って買わないですよね。でも買うには何だ、その人との信用があったら買うよね。お兄ちゃんが1枚のシャツ作ったんだと、はい、お兄ちゃんとの信用ってあるじゃない、近いから、そしたらうん買おうよってなりそうじゃない。そうですね、そういうこと。その信用を1人だったらこれを2人にしとけばいいだけ、3人にしとけばいいだけ、これやってったんです。だからちょっとなんか共感するなと思ったら、おこがましいよディズニーと合わせるなんていうのはただ僕もそうやってきたんですよ、うん、最初は何者でも信用なんて何もないんですよ。でもディズニーから得るものってそこかなと思った。だって縫製とかはっきり言ってこれ良くなかったんですよ言っちゃっていいのかな、あんま良くなかったの。これはまあまあ良かった、うん、これよく分かんなかった
シャツはちょっと良くなかったんだよ。でもそれでもやれてるってことなんですよ。普通だったらさ、信用落としちゃうじゃん。でもそれより、ま、もうあまりある信用があって、それによって売れてるってことです。いわゆるディズニーを、まあ、着るっていう感覚もあると思うんですよ、うん、ぶっちゃけ言うとディズニーを着るっていうさ、世界観を着るってこともある。でもその人たちは、まあ、当然ながら縫製とか気にしないわけですよ。うさんくささがないですよないね。ね、縫製がちょっとおかしくてもそこより信用上回っちゃってること、そこまでいったら強いよね。じゃあ僕らはどうなんだと。僕もそうだけど、他に座ってさ、事業者の方いらっしゃるでしょ。それはもうハンバーグ店でもいいですよ、ラーメン屋さんでもいいですよ。信用がないまま商品出して、それはまずかったら目も当てられないですよ。でもそこでまあちょっとダメでも、あまりある信用がカバーしてくれるかもしれないと思って積み上げるのみですよ、それ。しかもディズニー強いところなのか、うん、年齢層も関係ない。確かに。で、男女っていうそのあれも関係ないっていう、うん、男性が着てても女性着ててもおかしくないね。確かに。おかしくないです。こういう人いそうだもんね。強いわそれは。でもターゲットがないんですよ。ない、確かにない。子供から大人まで愛されるっていう。確かにね、そこから見えてくるね、いろんなものが。はい。信用、そして愛されるものでなければならない。それが男女両方から信用を得ることができれば大きなものになるね。で、さらに老若男女。ああ、確かに。このいちごちゃんから見える事業者としてのあり方、はい、これが見えてきた。勉強になりますね。ワフも、うん、なんかメンズのものがそんなないじゃないですか今ね。今はそうね、なんかメンズの服がね、ちょっとサイズがないですっていう方もね、多くいらっしゃって。そうですね、これからやってきますけどまず僕たちが作らなきゃなんないのは信用ですね。これやっぱ大きなね、いろんなものが組み合わさってることだと思うんですよ。夢の国という、もう誰もが肩を寄せるさ、あの国にさあって、ブランドとしての服があって、まあブランドっていうのかな、そこのものを着たいとか、そういう欲求があってできるもんですから、僕らもそうでありたいと。この信用があって、この人から書いて、でこの人からだったらちょっと何かおかしなことってあるじゃないですか、はい、ミスしちゃったとか発想が遅れちゃったとか、もしかしたらボタン付け忘れちゃったとか、あるかもしれない、あるかもしれなくても、それ以上に信用が上回ってる状態を作ろうとっていう、そういう話。いや勉強になりますね。まあ要は社長がミッキーやのいい話なん慣れたらいい慣れたらいいよこの辺りから見えてきたそういうこと、物とかの価値を上回るもの、これはどんな事業者にも言えるかなと思いました。このミッキー、いやいや、ディズニーのブランドから見えてくるこのアパレルの世界から、どんなことが見えてきたか、聞こえたかっていうのはその部分でした。また同じような、ね、事業者として見てらっしゃる方もいらっしゃると思うんです。なんかね、参考になれば大変嬉しいです。またこんな感じで動画をお伝えしていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。はい、なんか話がどんどん変わってきちゃってまあいいか、また次回でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。